白の金玉アニドッグ黒の金玉アニドッグ金玉アニドッグとはインドネシアのバリ島にある金玉アニ村さんの犬種である。起源は様々な憶測が飛び交っているが、およそ600年前にバリ島に食用として連れてこられたチャウチャウと地元の犬が交雑してできたものが元になっていると言われている。島内の約半数の金玉アニドッグはペットもしくは番犬として飼育され、 純血を保つために管理された後輩が行われているが、もう半分の犬は反野羅生活を行っている。こちらは特定の人や観光客から餌をもらって、食料を調達し、家の軒下や木の下などに穴を掘って、子育てをしたり眠ったりしている。人に飼われているものは番犬として優秀に働くが、警戒心が強いため人慣れは遅い。金玉アニドッグの大半が、 バリ島内でのみ飼育、生活しており、海外で見かけることは少ない。しかし、観光客が来島の記念に持ち帰って飼育するということも少数行われている。スピッツタイプの犬種で、目はアーモンド型で中くらいの大きさである。立ち耳、タレオまたはマキオで、ショートコート、毛色はブラック、ホワイト、アプリコットなどがある。対抗は、 オス40から55センチメートル、メス45から50センチメートルの中型犬。性格は愛情深く、忠実、勇猛果敢で、見知らぬ人に対しては心をなかなか開かず、激しく吠えることもある。ただし、ハンノラ生活をしている犬は、ほとんどが人に慣れているため、吠えない個体も少なくない。しかし、 機嫌の悪い時に触ろうとすると噛まれることもあるので、スキンシップを図るならば、犬の表情をよく見てから触るべきである。ありがとうございます。